こんにちは、アルです。さあ、今日こちらのイラについて調べていきましょう。じゃん。庄司さん、ありがとうございます。クリアしなくても、飯田さんに助けてもらってゲットする透明の練りメモリーでもギアもらえますよ。かっこクリアできなくてやったので絶対できます。ということなので、絶対できるんだったら調査いるのかっていうことなんですけど、ちょっと調査してみましょう。これ何のことかというと、はい。オクトのですね、グソクさんについてなんですけれども、グソクさんってこの練りメモリーをね、ワンシリーズ揃えたら、ギアくれるじゃないですか。で、それがクリアしてなくても、ね、抜かした、飯田さんにクリアしてもらったやつでももらえるよっていうことなんで、ちょっと調査してみましょう。もらえるんかな？ OK。じゃあこれはちょっと全クリしてるやつなんで、またアカウントを切り替えますね。アカウントを切り替えの術！ほっ！ちなみにこのチャラチャラパーハンも全クリしてるんで、これにしましょうか。これちなみに娘が使ってるアカウントなんですが、娘の名前は花じゃないんですけど、なぜか花にしてましたね。これで行ってみましょう。はい、アカウント切り替えて一番最初からになりました。で、ここにね、荷物があって、これを開けずに、グソクさんのね、やつをもらったら、もう一個ね、箱が増えてて、僕ね、その箱見たことなかったんで、ちょっとね、その箱がじゃあ、クリアしてないやつでももらえるのか、ちょっと試していきましょう。お、ここでグソクさんが登場するのか。君が集めているそれ、ちょっとおじさんに見せてもらってもいいかな。いっぱい見せてくれたらお礼をあげるから、旅の健闘を祈るよ。という感じで、今ですね、まあ、A 路線があと2つか。2つであるんで、ちょっと店に行ってみましょうか。今のところではもろえんはず。なんだ特別な会話はないようだな。はい、じゃあ A 路線ラストですね。なので、ここを、ゲームオーバーになって飛ばしてみましょう。それでも、グソクさんがギアをくれるらしいんで、行ってみましょう。ぴょーん。わ、すげえな。この下。めちゃめちゃすごいね。こんな配管が通っとったんで。乗れるこれ。乗れるんじゃない？ワンチャン。ゆーん。あ、ダメか。触れた瞬間ダメだ。再チャレンジ戦ではもう一度チャレンジの支払いが必要があります。はい。100円。はい、ここで、はじこさん苦戦しているみたいですね。このチャレンジむずそうだしな。いいだ、これなんとかなんねえの？実はさっきネルさんのネットワークシステムを解析してみたのですが、はじこさんが何度もチャレンジして溜まった訓練データを組み合わせて流し込めば、クリアしたことにできそうです。これでやってみようか。マジかよ、やるな、いいだ。はじこさん、もしこのチャレンジをクリアしたことにしたかったら X を押してみてください。ポチッとね。はじこさんの訓練データが溜まりました。ネルさんのネットワークシステムをハッキングします。飯田さんすげえ。てってれーん。クリアしたことにする。やろうか。Sure。 で、練りメモリがこのね、半透明のやつなんだよね。これでもいいらしい。これでグソクさんが？ん？なんかこの練りメモリ色薄くね？ほんとですね。
おそらくハッキングの影響で8号さんの記憶がちゃんと寝られなかったんだと思います。へえ、まあよくわかんないけどクリアはクリアっしょ。そうですね、色についた寝るメモリーが欲しかったらまたチャレンジすればいいだけですし。だな、そんじゃ気にせず次行こうぜ。あー、ほんとだ、反応しそう。全部揃った？おー、ちょっと待って、君そのシリーズ全部集めたの？一個違うけどね。すごいね君、もっと近くで寝るメモリー見てみたいな、なんて。素通りすんのかーい。はい、見してみようか、この偽メモリーをね。あんまり思い出せない。やってみる？これでもいいの？おーの、寝るメモリーにはこんなシリーズもあったんだね。ふにふに。君が見せてくれた夢へのお返しに、地上に出たら使ってみてくれ。あ、もらえる。もらえた。君がチャレンジに出かけている間は、俺からの贈り物、あのじいさんに預けておくよ。この調子で練りメモリーのシリーズを集めたら、俺のところに見せてくれたら嬉しいな。ふふ、神々、見せに来てくれたら嬉しいな。そっか、じいちゃんが持ってたのか。八小屋、ご苦労さんじゃの。気休めにわしのラップでも聞いてくれ。いい、いい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ごめん、ごめん。ごめんね、じいちゃん、ごめんね。忙しいから。そうだね。で、これで地上に戻ってみようか。そしたら、じいちゃんに預けとったさっきのサングラスがもらえるはず。あれ？ないね。あれってもしかしてクリアしないといけないのか。いや、この箱の中に入ってるのかな。この箱、じゃああの箱なんだったんだ？あの箱、じゃあ奥と一回クリアせんには出てこんってやつか。なるほどね。めちゃめちゃレアだったんだ。オッケー、とりあえず今回は愚足さん、ハッキングしてももらえるかっていう調査だったんで、もらえるみたいです。またゆくゆくね、さっきのデータの奥とクリアして、箱が出てきた時にもう一回調査してみたいなっていうのはあるんで、一旦今日はこれで終わりにします。またおいおい調査報告しますね。OK! じゃじゃん。井戸の式神さん、ありがとうございます。アラさん、初コメです。小ネタなんですけど、カーリングボムを長押しして使った時、ヒーローモードのカーリングボムと普通のバトルで使うカーリングボムとで微妙に違いがあります。もう調査されていたらすみません。調査お願いします。OK! なんだろうな。とりあえずヒーローモードの見てみようか。僕いつもローラー使うんで、カーリングボムには、よく見てるんでね。ここで長押しをして。あー、わかったぞ。なるほどね。わかったぞ。わかりました？カーリングボムって、今の仕様だと、膨らむんですよね。膨らむっていうか、大きくなるんですよ。ギョイーンって。溜めれば溜める分だけ。それが、このヒーローモード。なんで、スプラトゥーン2の初期は、膨らんでない。このね、大きさ変わらんじゃん。これが、例えば、試し打ち場とかだと、いきますね。ほら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 。だんだんね、外装がでかくなっていって、で、ボーンってなるね。あー、転がるときもちょっとでかくなってくんじゃ。ポイーン、ポイッ。オッケー。そうだね、最初はあんな仕様なかったっぽいもんね。OK。なんでヒーローモードはね、結構初期の仕様のまま残ってるんで、ね、マルチミライスタイルが遅かったりね、いろんな調査ができるんで、結構楽しいよね。OK! 次行ってみよう。じゃじゃん、ゴンマルさん、アルさん、おとといの配信お疲れ様でした。2時半くらいに寝落ちしてしまってすみません。検証してほしいんですが、ヒーローモードのエリア4のボスって北斎で倒せるのでしょうか？ OK、任せとけ。何の武器でも倒せるようになってるはず。ビマロンね。でも、北斎。あ、俺倒しとるよ、北斎。なんでだろう。ちょっと行ってみようか。倒しとるけ、倒せるはず。
乗ってる俺いけるね。よし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 。これで、これね、最初にも真ん中に集まるよね、この子ね。なんで、その時に、例えばこう、バーンって、ララ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 、これ、おっ、キョ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 、お、見て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 、ワンタンキル。ワンタンキルできるじゃん。次の3つ目もいけるかな、倍速になるけど。よし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 。いや、思ったより早いじゃん。いくよ、これも真ん中で。よしよしよし。あそこに降りて。で、ハイプレをかわしながら、ララララララ、おらららら、オッケーオッケー。でも、ダメだ。まだ、生きてんだ。ララララララ、よし。ララララ。よし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 。めちゃめちゃいいじゃん。うわっ、インクレールで回復しよう。あそこは買うかな。ハイプレか。おらららららららたまねたまねんですけど、このボンレスぶつけるか。うん、ボンレスぶつかりそうだね。いや、いけるな。これ真ん中、真ん中のところで当たりそう。オッケー。ほらー、よし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 、あと一匹。よし、あそこね、レールが当たる。あ、でも、シャワーか。シャワーはダメだ。ここもレールが当たるね。いけるよ、いけるよ。ビリビリビリ。溜めて、溜めて、溜めて。しょい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 。オッケー。いけるね。北斎もいけます。危ない危ない。危ねえ。これ落ちたら最悪。オッケー。よし、という感じで北斎でも倒せることが証明できましたね。オッケー。はい、さっきのオクトの調査の件なんですけれども、あれそうだね、じいちゃんが持っとるってことは、オクトが一応ストーリークリアして地上に出た時に、あの箱、この箱ですね、この箱が出てくるんじゃね。で、その箱がある時に僕がもう一個箱を残しとったままにしとったけ、めちゃめちゃ不思議な感じの状態になっとったっていうことか。すげえなー。ちょっとあの箱もう一回調査したいけ、もう一回オクトをまあ、全ステージじゃなくてもクリアしよっかな。またこれはね、おいおいやると思いますんで、よろしくお願いします。じゃじゃん、アオルちゃんの仰せのままにのイラスト紹介コーナー。こちらは、わー、かわいいね。ニハルも書いてくれてます。皆さん、ニハル知ってますか？実は、アールゲームズ、マスコットがいまして、この、頭のね、額に R をつけた猫、ニハルって言うんですけど、これがね、僕のゲーム実況チャンネルのマスコットです。ちなみに僕は猫アレルギーなので、こういう猫がいても抱っこできません。するけどね。ズビズビになってもするけどね。あ、これスプラシューターベッチュだ。いいね、アオルちゃん、ナイス。オッケー。そして、この耳の形もね、特徴捉えてるね。塩カラーズと当たり目じいちゃん、この耳だったもんね。オッケー。っていう感じで、このチャンネルではですね、皆様のコメントをもとに動画を作っております。ぜひ何かございましたら、コメント欄とかでお願いします。今日やってないけどね、あるある紹介したりとかもするんで、よろしくお願いします。じゃあねー。バイバーイ。